はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。5時半をちょいと回りました。4月は27日の土曜日でございますね。はい、毎日毎日ですね、お隣さんのニュースメディアをこうね、さらっと目を通すんですけどもですね、このやっぱり両国の違いというものがですね、なかなか興味深いというかですね、嘆かわしいところがいっぱいあってですね、うわーと思ってしまう。なんであいつらはああねんろうと思ってしまうわけですよね。ものすごくね、連中って独善的なんですよ。自分たちは正しいいいことをしてるって、韓国は世界で好かれてると、韓国人は素晴らしい民族であると世界に思われてると、で自分たちは先進国民やみたいなことをですね、そういうことをですね、思い込んでですね、何らその疑問に思っていないところがですね、うわあの人たちはああいう人たちでねんなと、まあ言うてみれば付き合いにくいですよね。ああめんどくさこいつらと、もうそう思わせてしまう連中なんですけど、節々にそれが出てるんですけども、節々したら端々にそれが出てるんですけども、まあ一つ言えばこんなものがあるわけです。これは26日、昨日の17時に朝鮮オンラインという朝鮮日報、向こうの保守系のメディアですね、こんな記事が出てて、三権分立の大切さを気づかされた2024年韓国総選挙ということですね。このまあ、要はですね、総選挙でこの前ですね、野党が圧勝しました。で、その野党は圧勝したけれども、韓国は三権分立だから、その議会が全てをなんかできるわけではないと、やっぱり三権分立素晴らしいねって書いてあるんですけど、お前どよう言うわお前らと思うんですけど、私がこの5年ですね、 YouTube をやり始めて、つぶさにですね、向こうのですね、政情を読んできましたけども、彼ら全く三権分立ちゃいますよ、はっきり言うて。どこが三権分立やったの？前の文大統領が三権分立やからで、うちは何もできへんとか言うたわけですけど、全然ちゃいます。あのね、三権分立ってある程度神聖なもんなんですよ、これ民主主義の基本で、ですね、これを犯すということはあってはならないわけなんですけど、もう平気ですからね彼らは。一応大統領が行政の頂点ですね、国会がですね、立法ですね、立法を使うと、で司法はですね、裁判所であり検察であると、あるいは警察であるというところなんですけども、もうやりたい放題ですよ。その大統領になってですね、議会も支配したらですね、ムン・ジェインなんていう人はですね、韓国は三権分立やからとか言いましたけども、全然お前自身率先して三権分立を壊してるじゃないかというふうに思えるわけになって、今もね、もうユン・ソンニョンさんになってもですね、ちょっと怪しいところはいっぱいあるわけなんですよね。それでも彼らは自分たちが三権分立だと思い込んでるんですよ。ムン・ジェインさんなんかは、そのですね、長らくですね、パク・クネがですね、引き延ばしていた、大体、パク・クネという大統領がですね、裁判に介入することさえおかしいんですけども、いわゆる徴用工訴訟ってあったんですけども、それをですね、けしからんと言ってですね、裁判官をすげ替えたんですよね。最高裁の長官はですね、向こうで大統領決められるんですよ。まあ、アメリカもそうですけど、ただ議会の承認が必要だったんでしょうね。でまあ、そのあたりどうしたのか知りませんけども、自分で気に入った裁判官をですね、連れてこさせてですね、でそれに無理やり判決を書かせたんですね。それがですね、条約違反の判決を書かせてるわけですよ。その条約違反の条約違反やとか言われたらですね、ムン・ジェインはしらじらとですね、うちは三権分立やからとか言ったわけですよ。もう呆れ果てたあのおっさんですね。でその後ですね、ウルサンというですね、南の方の市があるんですけど、そこの市長にですね、自分の友達を据えるためにですね、現市長をですね、何の罪もないのに警察に捜査させたんですよ。それでですね、罪をでっち上げて報道させたんですよね。で後で無罪でわかるんですけど、もうやりたい放題でしょ。もう三権ぐちゃぐちゃなってるって韓国ですね。もうただね、この彼らにとってね、そういうね、三権分立っていうお題目とかね、あんまり関係ないんですよね。それよりも感情的にこうどうしたいか、どうあるべきかということの方が優先なんですよね。だからですね、
もう彼らが口に三権分立とかで唱えるとですね、なんかものすごい虚しいものを感じるんですね。ほんまに君それ分かってんのかと。三権分立とは何かというのがですね、多分全然分かってないと思うんですよね。あの日本はね、どうでしょうね、19世紀の終わり頃、もう何年か忘れましたけども、大津事件というのがありまして、後にですね、ロシアの皇帝になるニコライ2世というのがですね、ギリシャのですね、王族と一緒にですね、日本に遊びに来たんですね。で、長崎に来てですね、入れ墨を掘ってですね、で神戸まで来てですね、神戸から陸路を京都に来てですね、京都の今の都お寺あたりに泊まっていたんですけどもですね、大津に遊びに行こうぜって言って、大津を琵琶湖見に行って、琵琶湖で、行ったわけですね。日帰りなんですよ。行かれたら分かるんですけど、当時の馬車でも多分片道、どうでしょうね、2時間はかからなかったんじゃないですかね、大津のあたりまで行くのに、ですね。で、日本はもう厳重警備体制を取るわけですね、何かあってはいけないと。まだ日清戦争の前ちゃいましたかね、だから厳重警備体制を取るんですけども、津田三蔵というですね、三重県出身の巡査がですね、本来警備しているんですけども、その、警備している警官がですね、この帰りのロシアの皇太子とですね、ギリシャの王族ですね、エリザベス女王のですね、旦那さんになったあの人の親戚ですをですね、あの人のまあ おじさんかなんかじゃないですかね、おじさんかお父さんか忘れましたけど、に切りつけたんですね。で傷を負わせたんですよ、ロシアの皇太子に。まあ言うてですね、今でいや、まあ、全治1ヶ月ぐらいの傷で、まあ、命 に別状はなかったわけですね。で津田三蔵やったというですね、巡査はもちろん逮捕されました。でこれに対してですね、当時のですね、まああれですね、政府の首脳たちはですね、この津田をですね、死刑にしろというのですね。でただです、ね、当時の司法の長がですね、もう名前忘れましたけど、いや、その今の日本の刑法典ではその傷を負わせただけではそのあれにその死刑にはできないというふうに反論したわけです。で法律書をめくってみてですね、この皇族に対してそういうことをしたら死刑できるという項目があったんですね、当時 の刑法では。でこれを順用したらいいじゃないかと。ロシアの皇太子は皇族扱いやということをしたんですけど、そのロシアの他国の王族を皇族扱いにするという規定はどこにもないと。また司法側が、当時の裁判官、検察官か今で言えば側が反論し、裁判官側も反論し、それは死刑にはできないと。でやんややんやの揉めた挙句にですね、結局一般人扱いだったわけ、当時のロシアの皇太子が。大国ですよ、日本は当時吹けば飛ぶような、ペッと晴れたら消えるような国やったんですよ、ロシアがね、日露戦争の何十年も前です。でもですね、その時日本の司法界はこぞってですね、これは死刑にはできませんということにして、ですね、津田はですね、懲役10年かな12年かなんかでですね、北海道の刑務所に送られて、2年目か1年目に病死ということになったんですけども、その時のいきさつですね、つまり法律にないような、法律を超えるようなことをできないと。いくらですね、その時のあれですね、行政の長からそう言われてもですね、司法としてはそれはできひんと、法律に書いてあること以上のことはできへんというふうにして、まあ抵抗して、抵抗しきったわけですね。でこれを俗に大津事件と言いましてですね、日本の三権分立が確立した事件というふうに言われています。もう100年以上前の話です。日本はそういう海の苦しみをもってしてですね、三権分立のある国と一応ねされています。韓国にはそんな事件ありません。三権分立を壊すようなことばっかりしてきた国です。その国のですね、メディアがですね、我が国は三権分立があるからって、ね、これが今ありがたいものに見えてきたみたいなコラムを書いてるんですよ。ああちゃんちゃらおかしいよお前らみたいですね。一応貼っときますね、皆さんも見て笑ってやってください。朝鮮ラインです。三権分立の大切さを気づかせた2024年韓国総選挙、まあよう言うてますね。一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。